ライベートでやらないこともある。やらないことだらけですよ。AV だって全部ファンタジーだから。ねえママ、赤ちゃんってどっから来るの？赤ちゃん？そうね。これダメでしょ。親がはっきりと答えられない。もう聞かないようになって、正しい性知識を入れる前に間違った情報が引用されちゃうから。さあ、というわけで始まりました高松ナナチャンネル。本日のゲストは。シミケンさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。いや、なんて言いました。よろしくです。そうですよね。男優歴22年、出演本数1万本、セクシー男優のシミケンと申します。よろしくお願いします。すごい、セクシー男優の方って本当すごいですね。なんで知り合いでいないですよ、シミケンさん以外。絶対数も少ないし。そうなんです。あんま知り合おうとも思わないです。そうなんですよ。クイズで知り合って。そう、僕たちは共通の趣味クイズっていうのがあって、はい、同じサークルに入ってて、はい、打ち上げ、そうそうです、シミケンさんがいらして、何してる方なんですかって言ったら、AV 男優のシミケンだよって言われて、びっくりして固まっちゃって。いや、覚えてらっしゃらないかもしれないですけど、シミケンさん初めて会った時に、意外と乙女じゃんって。ああ、言ったんだ。言って、もうすごいびっくりしました。ちょっとキュンとしちゃいました。なんか、あ、そう。なんでか、感じるとこあったんだね、俺もね、うん、今日は性教育についてちょっとお伺いしたいなと思ってるんですけども、はい、まあ、性教育の普及をしたいというふうに、まあ、私たちは考えていまして、うん、私がちょっと処女なんで説得力がないとよく言われるんですよ。いや、スッと言いましたけど。なんですか、はい、知ってるの、見てる人は。どうなんですかね。処女なんですか。いや、何回言えばいいんですか。処女。そうです、そうです、そうです。いくつでしたっけ。26なんですよ、もう。あ、いや、いいじゃないですか。僕だって高松さんのライブに行っていただいて、すごく胸打たれましたからね。いや、すごいプログラムに書いていただいて。そう、一生懸命なんか伝えたいことを伝わりやすく、面白く、性教育の歌っていうのを作ってやってね。ドブロックさんもそうですけど、はい、下ネタと歌っていうの相性いいんだよね。なるほど、そうなんです。スッと入ってくるから、あれはもう大正解だと思う。嬉しいです。ただ見に来てた芸人さんとかが、うん、お前なんか全然経験ないくせにそんなお前に言われても全然響かんないよねとか言われて、はい、処女の人が性教育をやるっていうことの説得力ってどうすれば増すんですか。これはいろんな人とタッグを組むだと思います、はい、なるほど。僕が言っただけでも伝わらない層いっぱいいるんですね。一緒と組むことによって説得力増したりとか、はい、YouTuber とかで拡散力をいただいたりとか、みんな得意とする分野があるので、はい、いろんな人とタッグを組んでやっていくっていうのがいいんじゃないかな。なるほど、はい、僕今高松さん、はい、経験人数ゼロでしょ、はい、で僕が1万だから平均すると5000。いや、おかしい、急に5000。急に5000になるから、そこはまたこう伝わる説得力もある。世間はそう受け止めないと思いますけど、うん、5000。何を見て学べばいいかが正直わかんないんですよ。私が受けた性教育はキスでも性病になる可能性があるからダメですみたいな。ああ、なんかそれは違いますね。感染症医の人とよく講演会やりますけど。あ、そうなんですか。キスで性病はうつんない。例えば、はい、ノドリンキン、ノドクラミジアの人とキスをしても粘膜接触じゃないから、そうなんですか。僕は聞いてる先生によって言うことが違くて、医者って絶対って言葉使わないじゃない、はい、キスをしては移んなかったんだけど、はい、何かの結果移ったとしたら、はい、その人は絶対キスで移ったって言うでしょ。あー、確かに言う。だからその可能性を潰すためにキスでも移る可能性があるって。僕ね、聞いたのバケツ1杯分のヨゼルとか、はい、飲んだとしても移んないんですかって。理論的には移らないんだ、はい、そうなんですか。だけど人間何があるか分からないから、はい、一応移る、警戒してくださいってことを言ってるんだと。なるほど。あれをすると危ない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 ってそういうことばっかりなかったんで、恐怖の方が強い。あ、そこで AV 見ようともやっぱりちょっとあんまり思わなくて。あ、それ正解ですね。 AV 見なくてよかったと思う。本当ですか。うん、 AV だって全部ファンタジーだから真似しないようにって僕は言ってるんですけど、はい、AV を性の教科書にしてる中学生の男の子とかいっぱいいると思うんですけど、うん、だから中学生そもそも見ちゃダメだしね。高校生も見ちゃダメだしね。あ、現実は見てるんだけど、はい、だから一応18歳以上じゃないと見れないことになってるじゃん、アダルトって。全然知らなかったです。アダルトサイトに飛ぶと、はい、あなたは18歳以上ですか、はい、以下ですかみたいな、こんな手のマークで、はい、出てきて、はい、あれ日本一みんなが嘘ついてるサイトに言えると思ってるんですけど、僕はみんな入って押すだけでもこんな飛ぶじゃない、はい、一応18歳以上は何でかっていうと、これらは全部ファンタジーだって分かりますよねっていう精神年齢を僕たちは歌ってるんですけど、スマートフォンとかね、ネットの普及でみんな見れるようになっちゃってるっていうことは、もう見るなっていうことは無理だから、性教育をちゃんとしていかなきゃいけないっていうことで僕はメディアに出てるんですけども。あと親ね、今は性教育の本がたくさん出てるから、そういうのをね早めに読んでいく。 WHO だと5歳までに性教育はしなさいって言ってるし、そうですよね。そう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 、
実際はでも AV を参考にしてる人って大人を含めたくさんいると思うんですけど、あ、もうこれは変えていかないといけないよね。それに出られてるわけでもあるじゃないですか。そう、一種加担しちゃってるわけです。そう、そこはね、結構悩んでるとこありますよ。あ、悩んでらっしゃる。うん、例えば、はい、僕なんかはゴムつけるところは見せた方がいいって言うんですよ。でも、はい、メーカー監督はそこはちょっと見せないでいきたい。見せない方が多いんですか？見せないことがほとんど、ね、それはなんでなんですか？作業っぽく見えるからなのかなとは思いますね。気持ちがなんかスッと冷める。なんかリアルな AV みたいなあったら見たいと思いますけどね。それね、女性用の AV としてありますよ。シルクラボっていうメーカーは全部シチュエーション別に、ね、はい、もちろん潮吹きとかもやんないし、射精シーンもないし、乱暴なこともない。これも出たことあるけど、ネクタイの外し方とか腕時計の外し方もね、きっちりね、台本の中あるんですよ。そうなん、台本にそこまで書いてあるの？書いてあるんです。男性用 AV だとネクタイを取ったらさ、はい、腕をこうやってギャーって縛り上げてこうやって使ったりするんだけど、そんなのに使うんですか？ネクタイは女性を縛るためには。全然本来の目的は本来じゃないでしょ。実際にでもメディアに出られてるのは、その性教育とかちゃんとしたいと思うもん。ああ、いや、もちろんありますね。ホラー映画を見て本当に人を殺してる人なのって思う人もいないじゃないですか。うーん、なるほど。18以上だったら、幼稚園とか小学生だったら本当にあれ死んでんのかなと思うから、ね、それと一緒なんですよ。 AV が現実的なものじゃなくて非現実でもよくて、それはただ非現実的なものですよっていう理解を促したいと。そういうこと、そういうこと。だから全部非現実ですよって僕は言ってるんですけどね。非現実のものの方がいいんですか？それは現実に近づけた方がいいとは住健さんは思われないんですか？駅弁っていうね、立ち上がってパン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 やるハードなやつとかは別にやんなくてもいいんだけど、こういうものもあるんだっていう知見が広がる分にはいいと思うんだよね。まあ真似しろとは僕は言わないし、見て楽しんでくださいねで終わり。住健さんはプライベートでそのやらないこともある？やらないことだらけですよ。あ、そうなんですか？潮吹きもやんないし、ハードなタイやんないし、そんなパン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 腰振んないですよ。そうなんですか？全然違う。あ、そうなんですね。全然違います。やっぱり作り物なんですね。作り物ですよ。なるほど。まあ、私がそういうことをする前に知っておいた方がいいこととか。股関節の柔軟体操した方がいいです。体柔らかいですか？体硬いですね。体硬い？はい。嘘でしょ？これ以上いかない。たまさん。足開く。このくらい。嘘でしょ？ちょっと前は前行く。あ、痛い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 。ちょっと少女一発目、はい、痛いっすよそれ。大体股関節の柔らかさに比例するんです、はい、あ、そうなんですか？もうそうだし、股関節が柔らかい人ほどセックスの感度が上がるんで、セックスレスになりやすい人っていうのが股関節硬い人。あとに水をよく飲む。お茶は1日2リットル。お茶ダメ、お茶ダメ。カフェイン入ってる利尿作用があるんですよ。お茶100ミリ飲んだら、はい、追い水100ミリ飲んないと水分補給にならないんですよ。なるほど、うん、と、あとは5回目まではセックス痛いと思ってて、こんなんなんでみんなやりたかんのか分かんない。5回目までは思うと、同じ人と5回以上やってほしい最初は。なるほど。いや、怖いな、5回も。他になんか気をつけた方がいいこととか学校で習わないけど、これ知っとかないと男の人になんか騙されちゃうとか。だいたいね、見分ける方法ありますよ、はい、あるんですか？あるもん、あるあるある。どうやって、例えば、見え張る生き方をしてない人がいい人、高い時計してる人とか、はい、いい車乗ってる人とか、セックスの時も乱暴な子とかがいい。あと車の運転とかも、食べ方もそうよ。食事のマナーっていうのは周りの人への気遣いだったりもするじゃない、はい、くちゃくちゃ音立てないとか。だから、会った時に時計とか見て、高くない、はい、車は何をって言ったら、はい、プリウスですと。あ、いい人、はい、ちなみにナンバーってどんなナンバーですか、はい、そこでね、はい、1番とか8番とか7777とかつけてる人っていうのは、はいはい、ろくなもんじゃない。5歳とか中学生ぐらいからどういうことをやってたら救われるのになとか思うこととかありますね。水着ゾーンの話じゃない？自分の中でのプライバシー、唇プラス水着ゾーンってよく言うじゃないですか。それはお父さんお母さんであったとしても、はい、そこはもう自分たちのプライバシーのところだから、うん、本当に大切な人のみぞっていうことが一つと、はい、チャンスは一回だけって聞いたことあります。何のチャンスですか？一番最初に、赤ちゃんってどっから来るの？どうやってできるの？大体それ聞いたら5、6歳ぐらいだったんだけど、はい、その時に親がはっきりと答えられない、え、なんでって顔すると子供は、あ、なんかダメなこと聞いちゃったのかな、察してもう聞かないようになって、でインターネットとか調べるようになるんですよ。正しい性知識を入れる前に間違った情報がインプットされちゃうからダメって言って、
だから一番最初に聞かれた時に言う言葉は、はい、おー、いい質問だね。ちなみにそれはどこから来ると思うとか、お父さんとお母さんどっちから生まれると思うっていう質問を投げかけて、相手が質問したことに対してすごいよかいい質問だっていう肯定をしてあげて、で興味を持たせるっていうのがまず第一歩になって、性教育って聞くと僕たち大人っていうのはいやらしいもん、ね、性産業に結びつけちゃうけど、子供ってさ純粋に自分はどこから来たんだ、どうやって生まれたんだ、生物学的な疑問で聞いてるわけだから、そこはもうはっきりと生物学的に答えるべき。ちなみに何と答えます？いやこれ難しいな。ねえママ何？赤ちゃんってどっから来るの？赤ちゃん？そうね、いやこれダメ、これダメでしょ、そうね、ここブーでしょ、まだ早いかな。ダメ、もうダメ、もうダメ、もうダメ。男性と女性が性行為をして、うん、卵子と精子が出会った時に、うんうん受精してお母さんの子宮の中に、赤ちゃんができてどんどん大きくなっていって、うん、分かったインターネットカチャ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 、あ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 、生出しちゃうほらつってピュン、ね、難しいな。一番最初今こうやってしどろもどろになっちゃったら子供があれなんかダメなこと聞いちゃったもんなるじゃん。いやでもその空気出しちゃいますね。出したでしょパパ。何？子供ってどうやったらできるの？どうやったらできるか、うん、ああそれいい質問だね。なんでそんなこと思ったんだよ。なんかクラスでそういう話になったの。じゃあまずどうやってできるかの前にどうやって生まれてくるか分かる？どうやって？パパとママどっちから生まれてくると？ママ。あ、すごい、それは正解。やった、うん、ママには3つの穴があるって知ってるかな？穴？ 3 つ、うん、1個はおしっこが出るとか。そう正解、おしっこの出る穴。もう一個は大きい方が出るとこ。そう、うんちの出る穴。で、最後が赤ちゃんの出る穴ってのがある。赤ちゃんが出る穴？そう。どこにあるの？それはお母さんの膣というところにあるんだよ。なるほど、初めて聞いた。そう、猫とか犬、うん、そして僕たち人間もこの、うん、3つの穴のうちの赤ちゃんの出てくる穴から生まれてくる。そうなんだ。そう。じゃあどうやったらこの穴から出てくるのか、うん、それはママとパパが愛し合う、うん、パパにはペニスというものがあって、ママのこの膣の中に入れて射精ということをする。射精、うん、それで、パパの遺伝子とママの遺伝子が合体して生まれてくるんだよっていう。パパとママが愛し合ったから生まれたの？そうです。で、その行為をセックスって言います。セックス、初めて聞いた。だから僕たちの遠い祖先の人たちもそうやって子孫を育んできて、今の動物たちもみんなそうやってこうやって家族ができていくんだよ。ありがとうパパ、こういうお父さんに会いたかったな。素敵だなと思う。明るく言ったわ。いやなんか愛し合うって要素がいいなと思いました。ヌルヌルしてる、なんか気持ち悪い。全然足りないんだけど。この輪っかのちょっと上の部分を押さえて下にこうと、相手の男性に性病検査っていつ受けましたか聞くのは全然ない。外国だったらそれも当たり前だ。新しく付き合う時にお互いの性病検査票を見せるっていう